分の頭で考えます。そんな失礼よ。どうも。結局自分の身が可愛いだけやろうが。父ちゃんの夫は三池炭鉱を舞台にした芝居見たね。三池葬儀をテーマにしとってすっごい良かったね。私なんかいろいろ聞いたけどな。三池葬儀のことも何があったんだろう。陽子さんのお父さんに何があったんだろう。陽子さんのお父さんに。健作さんはお元気でいらっしゃいますか。先ほど亡くなりました。お父ちゃん